取り一なぜに微笑み返してはくれぬ。おおおベアトリーチ。いやもうちょっと今黙って聞いてたんですけど、怖すぎるだろこのおっさん。おじいちゃんか。はい、皆さんお疲れ様です。海猫の泣く頃に続き始めていきたいと思います。前回は確か、シャノンに連れられて、そうだね、子供たちも食堂まで届いてきたところかな。食堂の大きな観音扉の前までやってくる。源氏さんがノックをする。お子様方をお連れいたしました。失礼いたします。扉が開けられ中へ招かれる。これでこの六軒島にいる住人たちが全員揃ったっていう状態ですね。いかにも大金持ちって感じの食堂には来客に序列を思い知らせるのが目的。ああ、超長いテーブルが置かれ、その序列に従いもう親たちが着席していた。やっぱ多分早い生まれ順というか長男順なんだろうね。早く席につけよ。円卓とは真逆ってことですね。ちゃんと序列が明確になったテーブルだと。クソ親父が着席を促す。長いテーブルの自分たちが座る場所だけがぽっかりと空いていて、一層遅刻した感を煽った。一番奥の正面、いわゆるお誕生席が最上位の席、おじい様の指定席だ。そこはまだ空席だった。ああ、もったいぶって最後に来るつもりなんだろう。まあ、偉い人はね、重役出勤してきますよね。席順の序列は、お誕生席を正面奥に見ながら、左右と序列が続き、序列の順位、こんなに、この一部にこんなに序列って入ることある？序列の順位が低いほどお誕生席が遠のく。なるほどね。じゃあ、誰が一番下なんだろう。使用人を除けば、マリアが一番下なのかな？つまり、お誕生席に一番近い、第一列目の左席。多分この画像だと、左側手前の椅子だよね。それが序列第2位の席は、親兄弟の長兄クラウスおじさんだね。うん、クラウスさんまだ出てないな。そういえば、おじさんもまだ来てないようで空席だった。そして向かいの第1列目の右側、さっきの画像のクラウスの正面かなが序列3位で、親兄弟の長女のエバホバさんが座る。あー、なるほど。その次がクラウス、あうちのクソ親父ルドルフが座ると。で、マリアおばさんか。その向かいにマリアおばさん。はあはあ、末っ子ね。こうなると次は、そうなの。違うんだ。あ、そっか。次は親たちの配偶者が来るかと思うかもしれないが、ところがどっこい。ジェシカの席なんだね。だから、配偶者だって普通に考えたら、クラウスの配偶者の夏日が次なんじゃないんだ。子供が先なんだね。まあまあ、一応確かに血は繋がってないわけだからね、この後ろ宮家と。要は、よそから向こうに入ったりとか、っていう人たちのはずだから嫁に入ったりとかね。その向かいの席はジョージの兄貴で、ジェシカの隣は俺バトラーだね。で、その向かいが、そっかそっか、マリアが一番待ったんじゃないんだ。で、その次が序列10位まで来て、ようやく夏日おばさんで、秀吉おじさん、後から入ったとしてもそこに入るんだね、キレイおばさんは。あ、でもそっか、キレイさんが最後か。キレイさんの向かいの席にも食事の支度がされていたが空席だった。誰だ。あ、ローザおばさんの旦那さんが座るべき席。来ていないはずなのに、その席も準備がされていた。普通序列には、そうだよね、なんか私もそのイメージがあります。結婚した相手も同じ資格を持ってるっていうのがあるのがイメージなんですけど、後ろ向きは独自の序列。あー、男尊女卑の名残。女の腹は借り物だとする考えに基づくと、直系の子供が最も序列が高い、孫が次。あー、血のつながらない配偶者たちは一番ビリって考えになるわけだ。なるほどね。今だったらボコボコですね。大炎上だよ多分。気の毒な話だが、その序列によるならば、おばあ様が生きていたとして、あ、そっか、孫が先だから、そっか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 、若い日は父に従い、嫁いでからは夫に従い、老いてからは子に従え、女三回に家なしなんて言われた昔の名前。私その言葉初めて聞いた。まあ、まだまだ男が、なんだろうな。どのぐらいなんですかね。まだまだ戦時中とか、そのぐらいの頃の名残なのかな、日本の。そんなことに思い至らない昔は、親兄弟は親兄弟同士、いとこはいとこ同士と、それぞれグループごとに座れて、話が弾んでいいなんて思っていたが、あー、そっかそっか、当時は分かんなかったけど、この年になって着席順を見直してみると複雑な気持ちになるね。確かにね。本家の長男に嫁ぎ、家を切り盛りする実質上のナンバー2の夏日おばさんが俺の右側、つまり俺より2つも序列が下だというんだから。なるほどね。おばさんの境地を察することは難しかった。なので俺はおばさんに謝るような仕草をしてから着席する。お久しぶりですね、バトラ君。ずいぶん背が伸びましたね。かわいいな。
綺麗な人だね、夏代さんは。食ったり食べたり食事したりしてたらいつの間にかこんな身長に。食べてしかないやないかい。これでいいですか。さすが男の子、ね、あ、ツッコミないのかな。身長はいくつくらいあるの。180かな。いいな。つーかおばさん。あ、ですよね。そこは食べてばっかりじゃねえかって突っ込んでくださいよ。まあ夏代さんはそういうのはできな。ああごめんなさいね。でもこういう冗談を受け止める、なんだろう、なんか冗談が全く聞かない人ってわけではなさそうなんだね。こういう感覚はあるんだ、ごめんねっていう風に。遅れて笑いに付き合ってくれたが、どこが笑うべきツボか理解できていないようだった。うん、夏代さん、親兄弟の長男の妻、つまりうちの親父の兄の奥さんにあたる人。うん、ジェシカの母親だね。嫌いってわけでもないが特別好きでもない。おー、まあそうかもね。子供の輪に入ってこないし、いつも気難しそうな顔をして親たちと難しい話をしているという印象しかない。だから本当に小さい頃は多分この夏日の大変さっていうのが分かんなかったからなんだろうね。多分大人になってから見てみれば、あの人も大変だったんだなっていう風に気づけるタイプの人だと思います。あまり言葉を交わしたことがなく、今もどうつかみを取ろうかだいぶ迷ったのだ。甲斐なく外してしまったかな。整然と食器が並べられていたが、まだ食事の配膳は始まっていなかった。そうだね。あ、多分そうだよね。上位者が着席するまで食事は始まらない。つまり最上位のおじい様が来ない限りいつまでも昼は始まらない。前菜すら来ないわけだ。つらいな。つまりこの食堂の沈黙は、親たちが空腹をこらえながらおじい様が来るのはまだかと待つものだったのである。じゃあクラウスもな、来てないんだよね。記憶の中のおじい様はこうして会食などがある時には必ず時間通りに現れた。全員が揃ってなお待たせるほど遅刻するなどということはありえない人だったはず。時間に関してはすごい正確な人だったんだ。遅えな、じいさま。でもなんだっけ、体調が悪いって話だったから、時間に厳格な人だったと思うんだけどな。もしかしたらもうちょっとこういう風に一緒に食事をとるとかできないぐらいに体が6年前はそうだったかもな。弱ってる可能性は6年前。最近はそうでもねえよ。というかもう自分の世界オンリーって感じで、会食にも顔を出さねえぜ。さすがに今日くらいは足並みを揃えてくれるって思ってたんだけどな。本家の人たちはいつ頃まで一緒に食事したんだろうね。私は来ない方が気楽で嬉しいけどよ。最後に会ったのはいつなんだろう。ジェシカでしょうね。夏代さんに叱られ、ジェシカは舌を出しながらそっぽを向く。仕方ねえぜ、ホスト様がいらっしゃるのを待つとするか。時を見るともうじき12時20分を指そうとしていた。ここに集まったのが12時ぐらいだった。なんかあと時計の動きがあったけど、でいくらなんでも、あ、来た。後宮本家の老いた当主、後宮金蔵。その姿は彼の、その姿は彼の書斎にあった、書斎にいるんだ。あ、後ろにベアトリーチの絵がありますね。時計は昼を指していたが、彼は席を立とうとはしない。老眼鏡をかけながら、凝った衣装の装飾がされた、古めかしい本を次々に詰め上げ、それらを読みふけることに没頭している。それは楽しくて仕方がないというよりは、1分1秒が惜しいような焦燥感、あるいは危機感のようなものすら感じられた。うん、飯なんか食ってる場合じゃねえってことか。締め切られた部屋は濃厚な埃が舞い、うさんくさい悪臭を放つ薬品の匂いを混ぜこぜにした空気でよどんでいる。しかし、しかもそれはどことなく甘く重く、まともな鼻を持つ人間なら入って最初に言うことは間違いなく窓を開けて換気することだろう。なんだろう、麻薬とかなんかやばい薬をやってるのかな。お父さん、お父さん、その通りには時折、ごめん1個飛ばしちゃった、ごめん今うっかり飛ばしちゃった、多分クラウスがドアを叩いてるって描写だったかな。時折お父さんという声が混じっていた。金蔵は大きくため息をつくと、手にしている古書を乱暴に閉じて卓上に叩きつける。それから大声で扉を叩き続けているクラウスに怒鳴った。やかましい、その音は止めぬか愚か者。叩けば扉は開かれると誰が教えた。そのバカ者は貼り付けにしたぞ。お前もそうされたいのか。いや、ごめんなさい、てっきり。お父さん、年に一度の親族会議の日ではありませんか。いい声だな、クラウス。身の下に集まっています、どうかおいでください。あのさ、最近はもう会食にも顔を出さないって話があったじゃん。だからもう下手したらもう死んでんじゃねえかなと思ったんだけど、そういうわけではないんだ。いや、なんかそういうトリックの一部なのかなと思ったんですけど、そうでもないのかな。クラウスは扉越しに父に呼びかける。金蔵はいつも書斎にこもりきりで、家人すらも部屋に入れることを嫌った。うん、なんか怪しいよね。そのためこうして廊下から言葉をかけるしかないのである。あ、うん、顔を見てないのか。
でも録音、私に構うでない。でも録音じゃこんなに。とは何か、私をここから引きずり出そうとする者どもなのか。いい感じの言葉は無理か。殺してしまい、バラバラにして薪にして魔女の炉にくべてしまい、その炉には鍋をかけて苦い思いを煮るがいい。黙示録の煮汁は、それでも私をここから連れ出そうとするバカ者どもに飲ませてやれ。金蔵なんか腕短くない？左腕。ん？なんだこれ？なんかバランスおかしくないこれ？すっげえ腕短く見えんだけど。なんだこれ？まあ、いいか。残りは酒につけるのだ。老二病ですね、完全に。源氏はどこだ？あ、源氏と苦海のマシを用意させろ。なんだ苦海のマシって。緑の妖精のささやきが届かぬ。ああ、源氏はどこだ？源氏を呼べ。これはさ、ボケてんじゃないの、もうすでに。扉の前ではクラウスの南條、そして源氏が出てこようとしない扉を、あ、出てこようとしない主を待ち続けている。すっかり嫌われてしまったようだ。もう私の声では何も届かんよ。なんかボケてる。あ、つば顔見えんの初めかな。クラウスはやれやれというふうに肩をすくめて苦笑いをしてみせる。自分の呼びかけに父が応じるとは花から思ってはいない。しかし長男の務めとして形式的に声をかけただけだ。金蔵さん、あんたの顔を見に息子や娘や孫たちが来てるんじゃないか。南條先生ね、久しぶりだね。ちょっと見せてやったらどうだね。パート1以来ですね。うるさい、黙れ。私に意見するというか南條。そっか、南條先生の言葉はもう貴様など呼んではおらん。届かないのか。私は源氏を呼べと言ったのだ。さあ急ぎ、すぐに呼べ。時間は常に有限だ。人たちはすでにラッパを構えているぞ。なぜにそれがわからぬか、愚かな羊どもめ。もう源氏しか信用してないんだな。金蔵が重い胡椒を何度も何度も卓上に叩きつける。その想像しようとが最上級の不快を示していることは明白だった。金蔵は老眼鏡を置くと乱暴に席を立つ。そして満場のオペラ座で歌うように、訴えるように両腕を大きく広げ怒鳴った。なぜだ、なぜにいつも私には邪魔が入るのか。すべてを捨てよう、すべてを捧げよう。その見返りに私は一つしか求めないというのに。ああ、ベアトリーチェ、お前の微笑みをもう一度見られるならば、私は世界中から美少を奪い取り、すべてをお前に捧げよう。おお、イナゴの軍団長たちよ、世界中から美少を刈り取り収穫せ。グググググ、すべてが汚らわしい、すべてが煩わしい。なぜこの貴重な一日に私は邪魔を受けねばならぬのか。源氏を呼べ。何を怒鳴ってるのかもさっぱりだ。全く意味が分かんない。頭がどうにかなっている。いや、そう思われても仕方ないと思いますね、これは。クラウスさん、実のお父さんに、そりゃあんまり。いやー、こうなっちゃったら諦めるな、さすがに。親父はすでに死んでいる。親父だったものの幻さ。いずれにせよ、本人にここを出る意思がない以上どうにもならんね。なるほど。金蔵さん、確かにまだ声はしてるんだ。でも書斎からはまだむせる咳の声が繰り返されている。私は下に戻る。ゴーダの自慢のランチをこれ以上無駄に冷ましてしまうことはない。親類たちにとって当家での数少ない楽しみだろう、まあ、でもクラウスからしたらあれなんだよね。多分もう金蔵がいなくなって自分が当主になった方がいろいろと都合はいいんだろうな、きっとな。クラウスは厳しそう。てかクラウスってすげえ名前だな、今更だけど。クラウスは厳しそう返す。腕時計を見て分かりきっていたことに無駄な時間を費やしたという悪態を態度で示してみせた。源氏さん、親父殿がお呼びだ。相手を頼む。かしこまりました。南條先生、食事に行きましょう。いつまでもここにいるとこの甘い匂いで味覚までおかしくなってしまう。クラウスは南條を待たず階段を降りていった。源氏は南條にも食事へ行くよう促す。南條はカイカイ消えるクラウスの背中と書斎の扉を見比べると深いため息を一つ漏らすのだった。すまんが源氏さん、頼みます。はい、お任せください。お酒はなるべく与えないように。あれは常習性が強すぎる。
源氏はまだか。本当にただのお酒なのかな。何者が源氏を阻んでいるというのか。源氏はどこだ。源氏を呼べ。さあここはお任せ。すみませんな。最初のさ、エピソード1、私の動画のエピソード1のシーンはどのぐらい前の話だったんだろうな。あれとの時系列がどのぐらい差があるのかちょっとまだ分かってないですね。南條は小さく頭を下げると階段を降りていった。それを見送ると書斎の扉をノックする。親方様、源氏でございます。源氏か。何故私をこれほどに待たすのか。そこには誰もおるまいな。なんかこれだけ見るとちょっとかわいそうに見えちゃうんだけど、なんでだろう。お年寄りの涙ってのはずるいよな、なんか知らんが。書斎の金蔵は席に戻ると卓上の古風なスイッチを押す。え？すると少しだけ遅れて扉の施錠が開く重い音が聞こえた。金蔵は自分の書斎を家臣が荒らそうとしていると信じていた。あるいは換気しようと誰かが窓を開けた際に彼にとって重要な資料の布が飛び散り、それがひどく彼を不快にさせたのか。今では自分の部屋に厳重な施錠を施し、自分の許可がなければ誰も入室できないようにして自ら作った座敷牢に自らを閉じ込めているんだった。最も信頼されている源氏は比較的入室を許されているが、それも絶対ではない。金蔵の機嫌が悪ければ入ることはできない。それ以外の人間には顔すら合わせようとせず扉越しに会話をするのがせいぜい。しかも多くの場合はそれは会話として成り立たなかった。もうやっぱ本当にダメになっちゃってんじゃないかな。かなりの年みたいだし、それらは家人にとって刺したら問題にはならなかった。気難しくなり自らの怪しげな研究に没頭し引きこもってくれる老いた当主の隠居にわざわざ口を挟む理由もなかったからである。書斎から出てこないのも幸いに、使用人たちに世話を任せきりにして自分たちもまた隔離しているつもりなのだったから。なんか現代の縮図みたいな感じですね。いや笑えないんだけどさ、全然。私は忙しい。はい。源氏は書斎の一角に向かう。そこには怪しげなボトルが出た。最初に出てましたね。毒々しい色を自慢し合いながら陳列されていた。それは実際に酒なのだが、この怪しげな室内にあっては不気味な毒物と疑ってしまいそうになる。書斎の中は金蔵が集めてきた奇怪なる蔵書が山を成していた。それらはいずれも禁じられた、あるいは呪われた、あるいは封印された奇怪なる古書や禁書たちである。それを古書と呼べば金蔵は憤怒しながらこう言うだろう。グリモワールと呼べと。いい声になっちゃったわ、つい。怪しげに溶けて奇妙な造形となったろうそくや黒魔術において何かの意味を持つのだろう奇怪なオブジェクトの数々。天球儀に記された星座は今日の夜空をよく知る者が見たなら首をかしげり、嘘ばっかっていうことなのかな。嘘っていうか、なんだろう、なんか創作の天球天体が記されてるのかもしれないね。無造作に開かれたまま置かれている古書に知らされているイラストはいずれも宗教的な神秘的なもの、悪魔的なグロテスクなもの、そして様々な魔法陣の奇怪な図形、そして何よりこの部屋に充満する甘い毒の匂いはこの部屋に初めて訪れるものを視覚的にも嗅覚的にもそして感覚的にも深く犯し現実感を喪失させるに違いない。源氏はいつも慣れた手つきで金蔵の愛飲する酒を準備する。複雑な衣装のボトルに満たされた、なんていうんだ、暗緑色かなの不気味な液体は酒だと教えられなければとても口に含む気にはなるまい。それをグラスに少々注ぎ、奇怪な形をしたスプーンに角砂糖を乗せて、その上からピッチャーの水を注ぎ込む。不思議なことに暗緑色の液体は、透明な水が注ぎ込まれると白く濁る。へえ、それはまるで水と化学反応を起こしたかのような奇妙な錯覚を与え、ますますに酒だという認識を遠のかせた。これなんかさ、意味あるかな？なんだろう、その、緑色の液体と酒と水で色が変わる？なんかトリックに使われるのかな？金蔵が好む独自のフレーバーを加え味を整える。レシピはない。飲んだ金蔵の一喜一憂によってだけ具合を測り、何十年かけて身につけたものである。へえ、すげえな。源氏はもう本当に使用人の鏡なんだね。グラスを棒に乗せ金蔵の元へ向かう。いつの間にか窓の外を眺めていた。どうぞ、親方様。すまん。すまんなんて言う。なるほど。ついさっきまで怒鳴り、叫び、絶叫していたのと同じ人物とは思えないくらい、金蔵は落ち着きを取り戻していた。
その男の背中にはただグラスを傾けて窓から景色を見下ろすだけで示せる感性と知性が漂っていた、宿っていた。源氏は金蔵がいつでもグラスを置けるよう自らが生きたサイドボードであるかのように、ああなるほどね、じっと左後方に控えていた。お盆持つ立ってんだね。金蔵は窓の外を見たままグラスだけを突き出した。中身はほんの一口分ほど残っている。え？それは源氏の持つ棒に乗せるという仕草ではなく、源氏にグラスを譲ろうとするような仕草だった。え？やだ。我が友よ。飲みたくね。飲みたくないんじゃないかな、源氏も。私とお前の中に儀礼はいらん。もう、兄弟みたいな。でもよく見るとなんか似てない？実はさ、兄弟だったりしない、この二人。いただきます。いやそんなことはないかな、うやうやしくグラスを受け取ると舐めるようにグラスをわずかに傾ける。それからクッと煽った。お前が作るのを真似ているのだが、どうにも同じ味が出ぬ。お前が作る方がうまい。ありがとうございます、親方様のご指導の賜物です。金蔵は無礼講にせよと言っても決してそうしない忠臣を鼻で笑う。しかしそれは小馬鹿にしたものではなく、ああ、そんな感じでしたね。親しい友人の治らぬくせに笑うような軽やかなものだった。互いに老いたな。年を数えることも忘れてすでに久しい。今日まで過ごすことをお許しいただけたのも、すべて親方様のおかげでございます。金蔵は世辞はいらぬとでも言うようにうっすらと笑う。今日まで。本当によく私に仕えてくれた。息子たちは誰もが私を変人呼ばわりした。変人大勢いたしようにも皆私を恐れてやめていった。なんか意味があったのかな。今でも私に仕えてくれる。もったいないお言葉です。私の余命もそう長くはあるまい。そういう話だったよね。息子たちは私の遺産がいつ転がり込んでくるかをうろうろ待つハゲタカばかりだ。クラウスの愚か者は金を湯水のように使い、1枚の金貨を売るのに2枚の金貨を捨てておる。それで金を稼げたなどと妄言。すげえバカじゃん。エヴァは金の亡者だ。あいつは私を鶏か何かだと思って、死んだら柄にして出汁まで取る気だ。金の卵を産む鶏ってことですね。ルドルフの間抜けは女遊びばかり。はい、それはそうだと思います。ローザはどこの馬の骨ともわからん男の赤ん坊など産み寄って、ジェシカは無能でなくだ。ひでえこと言ってる。ジョージには男としての器がない。男としての器がない、それは何だろう。かなり厳しい意見だぞ。バトラは後ろ宮家の栄誉を自ら捨て負った愚か者だ。ジョージですらダメなのか。え？あ、そっか、そうだよね。認めない男との娘だからね。なぜだ、なぜに後ろ宮の血はこう無能なのか。そう並べられると無能っぽいな。私の築き上げた栄光を受け継ぐにふさわしい者はおらんのか。そっか、ジョージが一番まともかなと思ってたけど。分かっておるとも。これがベアトリーチェの呪いであることも分かっておる。男の魅力がないっていう意味だよね。黄金の魔女め、それが私への復讐のつもりか。憎みたくば憎むがよい。逃げたければ逃げるがよい。逃がさぬ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 。お前は私のものだ。常に私の腕の中でなくてはならん。私の生涯のすべてなのだ。我が鳥かごにて永遠に私に、私だけにささやき続けるのだ。ベアトリーチ、なぜに微笑み返してはくれぬ。おおおベアトリーチ。いやもうちょっと今黙って聞いてたんですけど、怖すぎるだろこのおっさん。おじいちゃんか。それを方向すると金蔵は再びむせる。源氏はボンとグラスを置くと主人の背中をさする。源氏の表情には何の変化もない、いつものことなのだ。すまぬ我が友よ。なんだろう、なんかさ、この狂気と正常を行ったり来たりしてるよね。うん、そうそうそう、桜のような発作っていう表現がすごいピンときましたね。確かに再び金蔵は落ち着きを取り戻していた。
その代わりに目はまるで一つの体に荒ぶる金蔵と落ち着きのある金蔵の異なる二人が同居している。うん、そうそう、もう一人の俺って感じだった。私は決心した。闇金蔵、このままぼやき切った妖精を怠慢に過ごすことなどもはや耐えられはせん。この身に最後にとするコインがあるならば、それを悪魔たちのルーレットに託してみたい。うん、魔法の力はいつもかけるリスクで決まる。日本古来の呪術である牛の刻参りがそうであろう。あの藁人形に打つやつだよね、釘を。儀式を目撃されてはならないというリスクを支払うからこそ。ああ、なるほどね。魔力が宿る。はいはいはい。困難なリスクが生じれば生じるほどに魔力は強く生じるのだ。なるほど。珍しくピンとくること言ったな、金蔵が。奇跡は天文学的リスクに奇跡的な低確率を得て成就した驚愕すべき魔力の結晶なのだと言える。モーゼが海を割ったのは神の奇跡ではない。蹂躙の計りに乗せられ軍勢によって航海に追い詰められた絶体絶命のリスクが奇跡の魔力を生んだのだ。うんうん、海を割って同じことが海底を歩いたという神話だよね。再び海が割れることはないだろう。なぜならモーゼは力ある者たちのルーレットの麻生儀ナユタをかけたよりも多く存在する目の中に一つだけ刻まれた奇跡を見事引き寄せることができたからだ。麻生儀ナユタってあれだよね、あの数字の単位ですよね。その天文学的確率に勝利できる力、10、100、1000万のすげえ先。そう、中学生ぐらいが好きそうなやつ。奇跡をつかみ取る運気はすなわち魔力なのだ。強大な魔力を得るためには絶望的なリスクを背負わねばならぬ。魔力持たぬ者はそれを賭けでなく自暴自棄と呼ぼう。しかし真に魔力ある者はその奇跡をつかみ取り神秘を成就させる。もしもここ全然重要そうじゃなさそう。ちょっと私のセリフ送りが早くなってるかもしれないけど、生涯を費やした願いを実現できる。うんうんうん、あ、もし金蔵は窓の外の天を仰ぐ。そして天井の何者かに訴えるように両腕を広げる。もし、はあ、私にその奇跡を手にする資格があったなら、おベアトリーなんかさ、金蔵出てくるとさ話が長いんだよな、この人。お前の年寄り特有なのかな。もう一度だけ見せてくれ、はあ、どれほどの月日を経ようとも。そうで結局さ、この話になるからさ鬱陶しいんだよな、ちょっとたヘイトが溜まってるわ。それだけだ。まあかわいそうな人といえばかわいそうなのかもしんない気もするけどね。あの日からの栄光をすべてお前に返そう。富も名誉も黄金もいらぬ。お前に授かったすべてを返そう。私はただお前の美少が見たいだけなのだ。ご賞だベアトリーチ。おー、よまよいことのごとき怒鳴り声はいつしか絶叫になり、そして慟哭になっていた。金蔵はいつしか床の上に伏し、両手で床をかきむしっていた。源氏はかける言葉もなく慟哭する主を見下ろしているしかなかった。いやーそこねえ、今回さ、金蔵パートで終わっちゃいそうなんですけど、これどうしようかな困ったな。でもこっからあれでしょ、家族会議の話でしょ。絶対すぐには終わんないよな、キリがいいとこまで。あー、なんかここで終わりにしようかなんかつまんせ、私もちょっと気持ち悪いんですけど、ただ多分ねいい時間なんですよ、もうすでに。うん、まあまあまあ、でも焦ることもないか。ゆっくりやっていきましょうかね。でもどうなんだろうね、事件が起こるとしたら多分今日の到着した1日が終わってその夜からなのかな、事件が起こるとしたら。まだまだちょっとね、私の推理パートまでは先が長いかもしれないですね。まあでもね、今んとこでもこの何だろう、話が盛り上がってくるところっていうのをまだ私は楽しめているんで、よかったら皆さんもね、あ、これからどうなるんだっていうのを楽しみにしていただけたら嬉しいなって思います。何やかやクラウスが初めて顔を見せるとかっていうことはあったんで、まあ多少は進んだのかなっていう気はしますね。まあまだまだゆったりしたペースで進んでいく感じにはなりそうですが、これからもどうぞよろしくお願いします。
今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。